どっちかっていうと赤字ですね。お仕事が全然なくて、最低月収ゼロでしょ。え？じゃあよろしくお願いします。じゃあよろしゅうに。楽屋がめちゃめちゃ汗臭いんです。よいしょっと。用意されているお弁当や軽食を食べるためには着ぐるみを脱がなければならないが、おごってもらいました。いただきます。うまっ。結構取ってる。おはようございます。おはようございます。豆乳さん。はい。あ、テレビ大阪です。お願いします。どうも。お願いします。はい、はじめまして、よろしくお願いします。豆乳さんってどこ生まれのどこ育ちなんですか？豆乳生まれの秋葉原育ち。おお。豆乳生っていうのは？あ、地球から12光年ぐらい離れた小さな星です。とりあえず地球目指してたんだけど、はいはい、いろいろちょっと宇宙船が大気圏突入するときに壊れちゃって、でたどり着いたのがここだった。こうやって秋葉原を歩いて、うん、はい、何を目的としてるんですか？まあ、なんだろう、普段結構暇なんで顔だけでも覚えてもらおうかなと思って。見れば忘れない顔だと思うんで。確かに。そう。だいたいどれくらい歩いてるんですか、いつも？週3回か4回かっていうぐらいですかね。週3、4回、うん、まあ、それぐらい暇っていうことです。何で見たんだっけ？何で見た？なんかテレビで。見たことあります？ありますよ。何で見たか覚えてます？テレビかな。テレビ、ちょっと朝の番組ってこと？朝かな。ニュース番組。そう、なんかここから手入れてました。熱中症、熱中症。あ、それです。それだ。毎年夏になると、はい、まあ、ほぼ 100% 熱中症関連のニュースで取材を受けます。あー、なるほど。あ、知ってる？知ってます。なんで知ってるの？シノガールです。え、パ、あのパスが当たった人です。かっちゃん、なっちゃん、パス当たった人です。とにゆくん、おはよう。おはよう。すごい。ご当地キャラなのかな。なんか特にご当地なかったんで、はい、秋葉原で活動を始めたから、もう秋葉原って名乗ってます。コーニーです。あ、非公認なんですか。はい。歩いてる時って収益みたいのってつくんですか？いや、何も稼いでないんで収益ないですよ。え、もう本当顔を覚えてもらうためだけに歩いてるんで、それはまあね、どっちかっていうと赤字ですね。え、じゃあ週3から4日は赤字の？そうそう、赤字の活動。
豆乳酸って、うん、何でできてるんですか？タンパク質。タンパク質とイソフラボン。いや、その豆乳酸が何でできてるかです。だからタンパク質とイソフラボン。いや、じゃなくてこの青いこの生地とか。生地って言うな。これ皮膚だよ。これは何で？何でとかねえから。私は私、豆乳です。あ、そうなんですか。うん。え、こっから見えてるんですか？え？この目から見えてるんですか？目は見えてるよ。これ豆乳さん、どっから見えてるんですか？目から、あとは心の目。心の目はどこっていう場所はないです。あ、ないんだ。そうそう、心の目は心だから。豆乳さんって週に3から4、うん、こういうところでこう歩いて活動してるじゃないですか、はい、PR 活動。はいはい。他どういった仕事を？そうね、よくやってんのが、まあ、全国でご当地キャラクターを集めたイベントっていうのがあるんですよ。ほうほうほう。それに参加させていただいてます。あー、なるほどなるほど、うん、それは、うん、ギャランティーというか、うん、まあ、ギャラが出るイベントはほとんどないですね。あ、そうなんですか、うん、もう自分で自腹で現地まで行ってパフォーマンスして、グリーティングして、お客さんと触れ合ってっていうイベントです。はぁ、あれ、ちなみに何がその生計を？まあ、そのイベントの時とかに、例えばグッズを売らせていただいて、はぁはぁはぁ、グッズの収益、あとインターネットとかでもグッズ買えるんですけど、今はそれがメインです。はぁ、他になんかアルバイトみたいなこととか、そういうのは全くなくもう…今やってないです。だからもう本当にこの密着で、あ、もういくらかっていう、もう後で交渉次第ですよね。リアル豆乳さん一本の生活で今生きてる。そうそう、お仕事が全然なくて。いや、だ、本当一番ない時は年に4本ぐらいしかお仕事なくて、ずっと部屋にこもってました。だ、もうそこはもう貯金切り崩して。はあ、最低月収っていくらだったんですか？最低月収、いや、もうゼロでしょ。え、月収で言ったらね、新商品も出してないからネット通販も売れないし、うん、イベントもないしっていう状況の時はゼロ。最高は？最高、普通の成人男性の平均収入よりは下ですね、うん、あ、そうなんだ。よくても下ですね。あー、じゃあちょっとその、うん、やっぱりイベントの様子とかっていうのもまた見たいと思うんですけど、うん、直近なんかイベントあったりします？直近だと今度は成田、あの千葉県の成田市、はい、で成田モーデっていうイベントに呼ばれてます。まあ、千葉県なんてチーバくんとか、うん、有名どころだとくまモン。あ、くまモン来るんですか？まあ、たくさん来ますよ。あ、そこに豆乳さんが混ざって、はい、そう。ちょっとあいにく天候は悪いんですが、あれ、あそこになんか豆乳さんじゃない、あれ。あ、他のゆるキャラもいる。豆乳さん。はいはいはい。何してんのよ。いや、呼んでくれたから今日あるって。まあ、呼んだっていうかあるよとは言ったけど来てとは言ってないよ。近いな、この国ゴールタウン。
豆乳さん、移動は走りなんだ。移動は早い方がいいでしょ。移動早い方がいいけど、他のゆるキャラって付き人みたいのいるけど、うん、豆乳さんも一人で。まあそうね、まあ予算と人員の都合でね。ちょっとしかまだ喋ったことない。でも心と心で喋るからね。そっか、うん、言葉には出ないけど。ゆうぴょん今日から昨日ゆうぴょんいたのにね、会えなかったね。まあ、今日大阪行ってるって。豆乳さんの他のキャラとは違うところって何なんですか？豆乳さんの他のキャラと違うところ、喋るところ。可愛く生まれたかったのよ。ほんとそれだけ。で、可愛かったら走る必要もないし、一人で補助なしで動く必要もないし、みんなが可愛い可愛いって言ってくれるからね。私は可愛くないから、せめてなんとかパフォーマンスでと思っていろいろやってるわけで、可愛かったらこんなことしなくて済むのにってもうどれだけ思ったか。だから可愛いキャラに生まれたかった。ちなみに豆乳さんで喋れない時期ってあったんですか？先代の豆乳さんは喋れなかったです。先代の豆乳さんはちゃんとアテンドがついて、マネージャーが他のキャラみたいに。そうそうそう、はいはいはい。まあ、ただいろいろ、まあ、予算とかいろいろ削減する上で、まあ、こうなってしまったっていうことですよね。おー、なるほど。うん、喋らざるを得ないね。プロはほら、なんかさ、みんなどのキャラもさ、可愛いお姉さんいるじゃん。いるよね。ごめんね。いや、もう私はちょっとあっち行くんで、カメラここまでにしといてください。あ、こっから先ダメですか？ダメです。これが来たら叫ぶからね。叫ぶからね。あー、じゃあね。ナリタモーレのオストクラッターであるウマレ君をね、みんなで呼びたいと思います。意外とみんなが知らないなんかゆるキャラの裏側とかってあるんですか？あるよ。やっちゃいけないというか、必ずって言っていいほど最近はいかなる時もダメです。もうご当地キャラをよく知ってる自治体のイベントは貼ってあります。あ、そうなんだ、はい。ゆるキャラ業界において絶対に NG なこと、それは撮影。必ずと言っていいほど撮影禁止の貼り紙が貼られている。たとえ自分だけが写ったイベント紹介用の写真だとしても、撮影禁止です、撮った写真は消してくださいね。はあ。そんな控え室での楽しみといえば、こんにちは、いちご飴ちゃん、連絡先教えてよ。僕が代わりに連絡先交換しますよ。そう、連絡先の交換。ゆるキャラ業界は狭い世界なので、互いにイベントに呼び合うため、横のつながりが一番大切なのだ。いろんな人にイベント呼んでいただいて、今日のうなりくんから、おいでよって来るんです。おー、じゃあうなりくんとはもともとも仲も良くて、もうずっと長い付き合いです。そして
ゆるキャラたちが最も頭を抱えるのが食事。よいしょっと。用意されているお弁当や軽食を食べるためには着ぐるみを脱がなければならないが、着脱にかかる時間は千差万別。着脱が困難なキャラクターは不要となってしまう。その点豆乳さんは、怒ってもらいました、いただきます。うまっ肉がうまい。イベント終わった後に楽屋に戻るわけですけど、はいはい、楽屋がめちゃめちゃ汗臭いんですけど、はい、ただ全部片付け終わる頃にはあのファブリーズのいい匂いになってます。そう、ゆるキャラは簡単に洗濯できないため、みんな消臭スプレーをかけて帰っていくのだ。その結果、控え室が良い香りに包まれるのもイベント終了後のあるある。そんな控え室はほとんどの場合、他のゆるキャラと一緒の大部屋。しかし、こんなあるあるも。どこで差があるのか、差なのかよくわかんないですけど、はい、絶対に大部屋はない。そう、大物のゆるキャラには当然のように一人部屋が用意される。ゆるキャラ内の格差は芸能人と同じようなのだ。はい、ちょっと熊もとります。いらっしゃるので少し離れて、はい、お願いします。ありがとうございます。なんか人気者はすごいね。ありがとうございます。人気者はすごいね。話しますか。なんだかな、このキャラクター内格差って何なんだろうね。いいですよ。羨ましいですよね、一人舞台。なんかね、なんだろうね、これね。私だって頑張ってるのよ。いや、頑張ってますよね。すごい。過去一つらかったのはね、真夏の3 days。 大丈夫ですか？短歌持ってこい。主役不在だったから、なんとかしてそのイベントを盛り上げなくちゃと思って人一倍頑張った記憶はありますね。うわぁ、うりぇ、やめて。生きるきっかけになればいいなと思ってるんですよ。